させてある。暑かったです。もう帰ってきました。もうこれ多分マクドで買ってきたんですけど、30分ぐらい経ってるんでね、多分もうシェイク溶けてるんじゃないかなと思います。もうどうやろ。ちょっと飲んでみようかな。めちゃくちゃ溶けてます。これとハンバーガーとチキンクリスプ。今夕方の4時半なんですけどね、こんな時間にね食べるから晩ご飯遅くなっちゃうんですけど、昼間パチンコ屋で菓子パン1個だけなんでね。パチンコね出たことは出たんですけど、3時もなってないのに18回出てね、3400発くらい、2600発使ったんかな全部で。で、出玉交換したのが11500発ぐらいで、プラス8900個ぐらいなんですけど、18回当たって損なんですよ。だって1回分の出玉850個ぐらいしか出ないですよね。最初は39の9で当たってプレミアムボーナスってなるんですけども、それは4回プラスと、なんか、小当たりラッシュが3回あって、それで、4700個ぐらい出るのかな全部で。それでも少ないですよ、本当に。あれはもう、換気に良くなかったら、打てないです。それでね、まあ、出たのは良かったんですけども、斜め後ろを打ってる、変な親父がね、誰飲んでも見えるんですよ、こんなやつね。知り合いでもないのにね。もうイライラしてたんで、もうおっさんの顔じーっと何回も見たったんですけども。で、見たら前向きよるんですよ。なんかまあ言うたら、まあそういうやついてますよね。なんかリーチが気になるのが、リーチが気になるんやったら、リーチ当たった後、そんな成り上がるとこ、ま
格言になるかなれへんかいうのを見る人はいてるんですけども、ラウンドのアタッカー感とかこんなやつキョロキョロ見ます。だから、まあ言うたら、挙動不審なんですよね。そんな打ち方やから、自分の全然神経して打ってない、集中して打ってないんで、もう親父打ちやろうし、まあ無駄球はめちゃくちゃ打ってるやろうし、案の定千円札ばっかり入れてました。まあそんな打ち方するから負けるんですけどね。なんかね、二つ向こうで、そのおっさんの隣、二つ向こうでおばちゃんを打ってたんで、もなんか熱いリーチキこんなやつ見てました。気違いやなと思いましたけど。それで仕事の話ね、こっからします。仕事をね、それで派遣の方からね、まあ保険ですか。今、国保にしてるんですよ。まあ以前、なんか派遣の保険に、社会保険ですか。社会保険に入れてほしいいうこと言ったら、まあ対象外いうことで。まあ出てる日数も前の部署やったら少なかったんで、今の部署やったらいけるんでいうことで言われたんですけども、まあ悩んでたじゃないですか、人間関係のことで。だからそれを加入するにあたって仕事内容とか変わらないのか。変わらないなら国民保険ですか、前年度の分の所得に対してくるので、それが個人だとめっちゃ高いんですよね。だから加入しようかなと思うんですけども、加入した場合だったらなんか月120時間以上出てくださいって言うんですよね。まあ、120時間ぐらいだったら全然出れますけども、なんかあった時にね、まあほんまに鬱とかなっちゃった時にね、最初考えてたのは、その話を全然聞く前は、最悪週3、週3でどっかに行こうかなって考えてたんで、かといってね、よそ行ってもね、そこが、人間関係いいとは限らないじゃないですか。人間関係良くても僕がもうこんなんだから HSP で被害妄想がもうすごいね激しいんで、もう嫌いな人間ボコボコ出てくると思うんですよ。まあ同じぐらいのね、年齢の女性の方が40代超えてるような、まだそんな不信感みたいな感じで、ね、なんかもう最近もう若い女の子もめっちゃ苦手なんですよね。例えば、僕がおるから、近くけえへんとか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、誰がどうか見てるかわからないんで、まあ、詳しいことは言えないですけども、まあ、ええかなと思っても、もう若い子と絡んだりとかね、しなくて、仕事をしに行ってるんでね、別に、もう喋ったからなんやねんっていう感じになるんで、ほんまに。どっちか言ってもめんどくさいです、本当に。ね、まあそのことのせいで悩んだりとかもあったんでね。
向こうからもね、喋りかけてくれるようなね、女の子とかやったらね、全然喋るんですけども、僕もどっちか言ったらね、あんまりね、喋らん無口な人間なんでね。あれ？自分の彼女とかやったら全然普通に喋るんですけども、前にもなんか動画で言ったんですけども、例えば席空いとっても避けるように後ろとか行くやつ大嫌いなんですよ。そんなやったら隣座んなとか思うんですよ、ほんまに。昔ね、嫁はんやった お父さんですか、ここの人も、まあ、親戚の若い娘の人になんかもう汚いかなんか言って言われて、なんかもうブチ切れてました、ほんと。汚いってなんやねんって言いたいんですよね、ほんまに。お前もあと20年したらババアじゃって言いたいんです、ほんまに。それで、例えば、なんか言うとね、大人がキレてみっともないとかね、年齢関係ない、ないと思うんですよ、本当に。マッチングアプリでもね、まあ、これは違う動画で言いますわ。まあ、めっちゃムカついたことあったんですけど。去年初めて行ってね、知ったんですけども、なんか値上がりしてるらしいですね、マクドナルドも。なんだかな、チキンクリスプか、そう、もう100円バーガーいうのがなくなったんですよ。チキンクリスプもハンバーガーも130円になってますよ、本当に。はい、あれちゃいますかね。戦争の影響で価格高騰してるんじゃないんですかね。何でも。ん？これマクドの姉ちゃん間違えたな。これなんか大きいな思った M サイズやん。S って言うたんですけどもね、バニラシェイクの。まあいいっすわ。それでね、前回の動画をタイトルの最後の方にね、概要欄見てくださいって書いてたんですけども、ごめんなさいね、喋りながら。また前のサブチャンネル、なんかどんな名前つけようかなと思ったんですけども、キリちゃん番外編みたいな感じで、とりあえず仮の名前でつけてるんですけども、1本だけ動画上げてます。それでこっち側はね、基本ちょっとルーティン動画で攻めようかなと思ってね。それで向こうの裏の方でなんかちょっと喋るような動画でも、たまにはこっちでもこうやって喋る動画もあげますけどもね。向こうもね、なんじゃかんじゃ増やしていったらちょっとずつでも人数増えるかなと思いましてね。まあ登録者数がねあれなんですけど、まあ今日はもうこの辺で終わりたいと思います。じゃあまた、こっちのルーティン動画の方は、まあ、だいたい水曜日か、もう、ちょっと、ね、仕事の内容によってずれるかもわかんないですけども、
水木かどっちかで、まあ、後半は土曜日か日曜日にあげるようにしますね。まあ、基本は水日と思っておいてください。はい。それでは終わりたいと思います。どうかご視聴ありがとうございました。